大阪府の吉村博文府知事44が2日自身のツイッターを更新。フリの宮根政治アナウンサー57から大阪府に多額の寄付があったことを明かした。吉村知事は27日のツイッターにコロナ助け合い基金を本日創設、ご寄付の受付を開始しました。ふるさと納税対応課です。医療従事者の皆様はワクチンもない中、自分の危険と引き換えに最前線で命を守る活動をしてくれています。ご寄付いただいたお金は医療従事者等の皆様に応援金としてお渡ししますと寄付を呼びかけた。この日このツイートを引用し、フリーアナウンサーの宮根さんからも多額のご寄付の申し込みをいただきました。ありがとうございますと宮根アナから寄付があったことを報告した。吉村知事は10日放送の日本テレビ系宮根や月金曜午1時5分に出演した際、宮根アナからある程度の年収の方から税金を取って、その方には何千円かのクーポン券やお食事券で返すっていう選択肢はないですか、ふるさと納税みたいなと提案されると、まず第1号は宮根さんから徴収したいと思いますと笑わせていた。